メイクをしながら配信やりますけど、あれ、しがない。マジ、眠い。もうね、メイクはね、結構終わってるんですけどね、言うて。言うてね、結構終わりに近いね。もう顔もアイシャドウもしちゃったから。アイメイクのあれですね。ちょっと。マスカラとかだけです。それをやったら完成。そう、もうね、始める前からね、ちょっとやってたんですよ。そうで、あれって、まあこの世の中のさ、女性はマジすごいわ。こんな毎日メイクせなあかん、めんどくさってなるよね。そりゃなるわ、めんどくさい。もう肌とかめっちゃ荒れちゃいそう。だってさ、今の時期さ、マスク しないとじゃないですか。マスクしてメイクしてなんて最悪のさ、あのお肌の中じゃないですか。ってなったらさ、マジでさ、ほんと肌荒れする人はめっちゃするっていうね。そのせいでマスクしてメイクっていうのがあかんくて、めっちゃ肌荒れする人はなんか多いって言いますね。私はもうだから普通に仕事がない時っていうか、メイクする必要がない時、本当にすっぴんです。じゃないと本当お肌に良くない。うん、ね、でも逆にあれか、マスクしてるから、なんか一時期めっちゃニュースとかになってるね。顔のさ、半分しかメイクしないみたいな、目元だけメイクしていってみたいなさ、あれなんかニュースとかでもやってたよね。でも急にマスク外さないかん時が来た時さ、気まずすぎんそれ。そうね、あ、そうやね。最近の子はさ、確かにマスク外せないって言いますね。なんかマスクを外したあれ、顔がなんかそもそも無理みたいな。味噌サロンがよいしょ、よいしょ。ちょっとまつげだけさ、ちょっとまつげだけあげますわ。ちょっと待ってくれ。マジで最近まつげない、かわいそうなぐらいまつげ生えてないねんけど。抜けた、まつげ抜けた、最悪やもん。
ケー、よし、はい、まつげ上げてきた。こうやってドライヤーで温めてね、上げた方がグインって上がるし、その上がったやつがねキープされやすいから、ちょっとドライヤーをね使ってね上げてきたんですけど、ドライヤーがねあっちやからちょっと届かないんですよ、ここまでドライヤーが。なんでもちょっと一瞬席を外しました。マジでまつげない、やばくない、こんなまつげないことってあります？ほんま辛いねんけど、はあ、あ朝からメイクしてるってさ不思議。でも明後日もどっちにしてもこうやって朝からメイクせなあかんからな、あのリアルお話し会がさあるから。結局ね明後日も同じことやってるんやけど、明後日もさあれ何時開始やったっけな、明後日。そういや、まあまあ早いよね明後日。もう朝が、いや多分なんなら明後日さもっと早起きやな、多分なんならもっと早起きでメイクしてるかも。だってさ明後日さ夕方ぐらいまでやんな。そういや夕方夜ぐらいまでやん、リアルお話し会の時間がさ。ねえあれ15時から、あ、え、あ、逆か、え、どっちがどっちだったかな、忘れてた。なんかな、18か19かどっちか忘れたけどさ、なんか18か19 の, そのどっちかが稽古してお話し会するか、お話し会して稽古だったんよ。それがねどっちがどっちだったかね忘れちゃったね、どっちだっけな。しかも18、19がさなんかさ最後のさ投資っぽいんよ、やばいよね。それにさそれをさ一シーン丸々さどっちにしてもねできないっぽいんですよ私。終わったね。でねなんか20日は稽古スケジュールなかったからワンチャン休みで、21日もさあれだからさワンチャン休んじゃう。え18日ってさ朝からじゃなかったっけ。そんなことないか。なんか、18日は確か、そう、お話し会して稽古なんよな。で、19が稽古してお話し会だった気がする。逆やったっけな。あ、そうやんな。あ、なんかもう喋り疲れとったらごめんな、すでに。お話し会の時もうすでに疲れてそう、私。ね、なんかもうすでにさ喋り疲れてそう。なんなら逆にさお話し会して稽古もさもうすでにさ喋り疲れてそうな。っていうか最後のさまさかの稽古のタイミングでさお話し会がかぶってるっていう事実に驚き、やばいよね。だってさ最後の稽古さ2日間ともさやらないんだよ。しかもなんか2回通し稽古するみたいに書いてあったけど2回計4回するんやんか2日間で。
それに参加しないってやばいよね。それでもう本番やで。へへへへへ。果たして大丈夫なんでしょうか。なんかそれまでにとかだったらわかるけど、まさかの逆にね、ギリギリにね、かぶるっていうね。いやー、やっぱここに来ても仰天ゆりなさんさ、ここに来てさ、仰天ゆりなさんさ、ほんとタイミングの悪さをさ発揮してるよね。マジで我ながらおもろいんだけど。まさかさ、ここでもさ、タイミングのさ、悪さをさ、発揮する時が来てしまったなんてさ、思ってもなかったわ。なんかさ、私はね、器用じゃないから、あんまり、こう何個も何個もできないのよ。中にはさ、ほら、やっぱ何個も何個もできる子もいるじゃん。でも私はそれがね、どうしてもね、できないんですよね。苦手なの、そういうの。何々ちゃんしてるじゃんって言われたらそれまでなんだけどさ。でもさ、人にはさ、それぞれさあるじゃん、特性がね。何々ちゃんしてるじゃんって言われてもさ、何々ちゃんは出るかもしんないけど、私は苦手なのよっていう。そういう時だけ人と比べないでってね。あ、やばい、もう火事だ。あれ、もしかしてもう15分経った？やべえ、なんか喋ってるとマジで時間かかるな、メイク。あと1分後、OK。黙ってたらね、もう多分ね、終わってるメイク。朝のメイクはマジ時間との戦いだよね。なんでこんな朝から時間と戦わんといけんのんだろうって思わん？あー、まつげがなさすぎてマスカラ塗るのも一苦労。早くまつげ生えてほしいな。全然生えないんだが。なんかあのパリジェンヌしてからさ、マジで抜ける一方、抜ける一方っていうか、まあそもそも生えてこないっていうか、伸びてないな、これ。それはなんでかって言ったら、私が毎日愛用してるあのまつげ美容液があるんだけどね、それがね、なんとね、なくなっちゃったんですよ。もうないの、使い切っちゃって。そう、買わなきゃって思うんだけどさ、もういつも忘れちゃうの。だからさ、違う美容液を毎日塗ってんだけど、やっぱそれじゃあ ね伸びないわ。よし、15分経った。 OK、 よっしゃ、完成。顔も完成したわ。あとはもう口塗ったら OK。
ち塗ってちょっとホットアイロンやったら完成。ちょっとホットアイロンが頭たまらんかった、時間ない。残念。よし、そのこの後終わったら着替えて前髪して家を出る。急げ。朝ごはん食べてないし、お腹すいた。よし、ランキング13位横湯推しさん、12位さきもりさん、11位まぼろしさん、10位中さん、9位ラビットキングさん、8位ハギハギさん、7位沢まささん、6位よしおんさん、5位岡山さん、4位春太郎さん、今日も一日頑張って、だってありがとう。3位マーニャンさん、2位ワッフルさん、そして今日の第1位はしんどさんです。はい、というわけで今日はね、朝からできたということで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。で、私はこの後採集の全部の準備をして、レッツゴローレッツラローやってレッツがゴーしたいと思います。というわけで今日も皆さん一日頑張っていきましょう。バイバーイ。